里の着物コレクションです、今回は染めの着物となっています。あんまり染めの着物を里さん着ないよね。そうなんですよ、着てはいるんですけれども、小紋とかね、まあまあ行って付け下げとかね。今日は訪問着ご用意いたしました。あの着物にはもちろん染めの着物と織の着物っていうのがあって、織の着物は私がよく普段着ている紬などがありますね、染め物っていうのは白い、糸を染める前に白生地を作って、その生地に、絵を描いたり、染色をしたり、して、染め上げたものでして、後染め、というふうに言ったりします。で、一方織の着物っていうのは先に糸を染めまして、その染めた糸の色を変えることで、柄やそういった模様を織り出していく。で、これは先染めですね。先に糸を染めておく、そのように、まあ、簡単に言われたりもいたしますね。今日は染めの着物をご紹介したいと思います。今回改めていろいろ自分のタンスを探ってみて、いろいろ発見がありました。染めの着物はね、まずね、重い。なぜかというと、だいたい合わせにするんですよ。まあ、冬用の仕立て、今も暑くて9月でも30度、6月でも30度っていう時代になってきたんで、昔は本当にもう少し全体に涼しくてってなってくると、合わせの着物を着る期間がものすごく長かったんです。だから染めの着物のような高価なものはなるべく長く着られるように合わせにしておこうっていうのが、まあ、私たちの時代の、まあ、一つの常識でしたね。今回スーツケースでガラガラ引っ張ってきたんですけど、重い、怪我するかと思いました、重さに。それに比べると、ね、やっぱり、ね、紬は軽いんですよね。糸の重量は全然違うんです、はい、じゃあやっていきましょう。今日はねちょっとね、テーマとして時代を追ってみました、私が20歳の時に親に買ってもらった着物でございます。これ加賀友禅です。加賀友禅、加賀、金沢ですね、石川県ですの友禅でございます。これはやっぱねエヴァなんで、全体を見ていただきたいと思います。さあ、まあ、私当時から着物は好きだった。20歳の頃から、まあ、10代の後半からで、振袖を買うお金があったら着物を買ってほしいというふうに親に言ったんですね。だからそしたら訪問着よねってなったんだけど、今だったら紬だったな。今もうすぐ20歳をお迎えになるお嬢さんをお持ちのお母様、何か記念に一生残るものを子供にと思ったら、私紬をおすすめします。なぜならこの20歳の時に買った振袖の代わりに買った着物をほとんど着てない、ほとんど着ないままに50を超えてしまいました。見てください、この可愛い可愛い着物、可愛いでしょう、ほれほれ。これエヴァになってます。成武さんという当時まだご存命で大活躍をされていた染色作家さんのものを、私買ってもらったんですね。あと当時やっぱ若気の至りっていうんですかね、まあお見合いがあるかもしれないとかっていうんで、ちょっと振袖を長く作ったんですね。これより例えば10センチぐらい長めに作ったんです。振袖長い方がやっぱちょっと若いで見えますからね。だからそれ専用の長襦袢も一緒に作ってたんですけど、お見合いはしたんですか？一回もしたことないです。結果、はい、加賀っていうのは金とか銀とかで飾らないんです。金糸とか刺繍がないんです。全部染めだけでしょ。だから非常に優しい雰囲気が出るんですね。キラキラしてないんですよ、はい。そしてもう一つ目なのが口葉、朽ちた葉っぱ、これここ
かる。枯れた葉っぱを入れるんです、必ず。ほれ、綺麗だけじゃないって、儚い。何かこう春夏秋冬が あるように、人生にも春夏秋冬があるよみたいな、なんかそういった科学っていうのは控えめなところにこう芯があるっていう感じね。ただ綺麗なだけじゃないよ、わざわざ枯れた葉っぱを入れるのよ。これ共有禅にはないんです、これは。はい、でこういう枯れた葉っぱがあったら加賀だねって言っていいです。はい、背中の家紋のところにハンコみたいなのが、ハンコじゃねえ、これはですね、ハンコみたいなのがあるんですけど、おっしゃる通り家紋です。でこれは縫い紋になってます。画的には上ですね。ちょっと惜しい。一番上なのは染めですね。染め物、染め抜き物だから留め袖なんですよ。ね、だこれ訪問着ですから。でもここにあるのとないの大違い、はい、ここに入れることでぐっと訪問着の格が上がります。はい、次の着物も入ってんだけど見ちゃう、見ちゃう、先に見ちゃう、並べちゃう。そっちは染め物だから染め物なんですね。いいところに気がつきました。まあそこに気がつく人ほとんどいないと思います。そうなんです、紋も一つ紋も染めにするか縫いにするか、でもこれは若い女性が着るような華やか、ね、はい、なのでこうちょっと優しい縫い紋なんかを入れておくっていうのもなるほどな。綺麗ですね、ありがとうございます。これがなかなか着る機会がない。今着物業界でにわかにささやかれ始めている訪問着いつ着るの問題、はい、たくさん着物を持っている例えば業界関係者の方たちが密かに訪問着いつ着るって言ってます。まあ紬なんか本当着る機会多いんですよ、ちょっとしたパーティーから。これちょっとしたパーティーにはね結構ヘビーなんですよ、かなり格が高いんで。でもいいんです、もう好きに着ていきゃいいんだけど、ちょっとしたパーティーに今結構皆さんこうおしゃれな紬などを着てくる時代です。でどうするんですかって私も着物業界の方に、私も訪問着あるんですけど着る機会なんでないんですよねって言ったら、なんて言われたと思います？持ってること忘れよって言われたんですよ。とりあえず忘れよって言われたんで、それぐらいみんな困ってますね。でも本当にこれ大変な技術なんですよ、こう友禅のね技法、絵のよくあるじゃないですか、サスペンスドラマで友禅の絵師とか必ず出てくるでしょ。でもああいう方たちの技術っていうのは絶対途絶えさせてはいけないし、やっぱりそこには日本が古来から受け継いできたいわゆる京都とかそういったいわゆる城下町などでのその絵の技法みたいなのがふんだんに入ってるんですね。もう途絶えさせてはいけない。だからちょっとしたパーティーも私やりたいんですけども、留め袖もそうだし訪問着を着ていこうパーティーもやりたいですね。すごく華やかだと思うんですよ、訪問着もやりたい。これはね十数年前に作ったものです。なのでぐっと地味になります。はい、ぐっと地味になります。ほら地味ですね。はい、でもこれも訪問着なのよ。で色変わりというかモスグリーンと濃いベージュみたいなもののグラデーションで、ここにはよくよく見ると金の刺繍がちょいちょいと入って、本当にわずかなんだけども刺繍がちょいちょいと金彩がちょいちょいと入ってますね。でも大人になってくると私もこういったものがちょっと素敵だなと思って買い求めたんですが、着ない、着ない、全然着ない。でいつ着る、いつ着たらいいかな。これさっきのよりはなんか着る機会があるような気はしますけど、いやだからね、なんだろう、例えばこれをスッキリに着てもいいんだけど、サンデーモーニングみたいになるのよ、わかります？イメージとしてグッとちょっと上がる、グッとなんかこう
ぐっと大人の感じになるんですよ。こう若い子が見てる感じじゃなくなるっていうか、だからそれぐらい着物のインパクトっていうか格とか種類って全然違うんですよ。ちょっと細かいこと言ったけど分かってもらえてよかったです。スッキリとサンデーモーニングの違いね。そうなんです。でしかもこれぐらい落ち着いちゃってるでしょ。こんな落ち着いちゃってるの、私一体これ最後にいつ来たんだろう。はい、ちょっとしたパーティーですよ。いや、かなりちょっとしたパーティーじゃない、かなりちょっとしたっていう表現が合ってるか分かんないですけど、ちょっとしたパーティーにこれ入るとちょっと主催者っぽくなると思うね。なんか主催者っぽくなるな。そしてこれがもうちょっと年いった感じですね。これはね、無紋なんです。無紋、あ、でもあ、ちょっと汚れがあるよ。出荷屋さん出さないと。ほら見てみ、わかった、あ、これひどいね。見ましたね今。なんすかそれ。え、これはあのスナップです。スナップのいわゆるサビが出た。あ、そんなこともあんの、ね、これがね25年ぐらい前。うわー、これは出そう。でこれは実は母が私に譲った着物です。もうこれ着ないから、多分ねうちの母ね一回着たか着ないかです。はい、これはだから下にちょっと幾何学的に入っています。説明よりももうショックだね。ショックだね。もうダダ下がり。本当だよ。もう畳んでやる。畳んでやるの。ちょっと取れてないんですけど、まだ柄が取れてないんですけど。柄取る。いいだろう。いいよ柄。これね、あの一応ほらこういうふうに一応こう。なるほどなるほど。刺繍もちょい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 入って、こう四季の花入ってるでしょ。菊も入って。でこれ秋ですね。ここハギも入って桔梗も入ってなので、どちらかというと秋からあの冬にかけて の、うん、あのまあ、ツタっぽいものも入ってますね、うん、の柄。はい、おしまい。これどういう時に着る。え、これこれはですね、どういう時かな。お宮参りには行く娘の付き添いのお母さん。分かりやすいね。うん、すごく分かりやすい。そういう感じ。あとは、今ないけどお見合いする方の仲人さん、あとは若い方でごゆっくりっていう時の着物ね。ということで、今回は私の、まあ、あのまだあるんですけど、これから訪問着をお仕立てになろうとか欲しいわというお方いらっしゃいました。私の訪問着は江戸友禅だったり、そのまあ京友禅っぽいものだったり加賀友禅だったり、まあ、どちらかというと友禅がメインだったんですけど、ただね今訪問着って言っても刺繍とか今とにかくいろんなあのジャンルの訪問着たくさんあるので、あの選びようによってはもうかなり無限にあると思います。まあ、ご自身が似合うだろうなと思う色を選ぶのが一番いいと思うんですけど、これもまあ着れるでしょ、でこれもまあ着れるでしょ。やっぱりこれがねだいぶ明るいと思ったんですよね、私的には。綺麗ですかね。綺麗なんだけど一回着てみたらちょっと若作りっぽく見えた。そうなんですよ、うん、だいぶで帯もだいぶおとなしめにしたんだけど、やっぱりね、いやそれは思います。ただもうちょっとグレーヘアです、ね、そうグレーヘアとのねあんまりねマッチが良くないですね。そうなんですよ。あ、わかります。なのであの山田記者とかだったらなんかあ全然いけるカスカスそうただでカス。あの本当に着物は一生ものって言うんですけど、着物は一生ものでもない説っていうのがありまして、なのでじゃあどうしたらいいか、だからやっぱりね着物はもし自分の手元に来たらやっぱり早い段階にたくさん着た方がいいっていうことなんですね。これ10年ぶりに着るわ、20年ぶりに着るわ、これ、ね、紡ぎはいける、うん、染め物はある程度
その時の自分にものすごくなんかこうマッチしたものっていうのはやっぱり格の問題もあるかもしれないんだけど、紬って着物の方が自分に合わせてくれるんですよ。だけど柔らかいものって自分から合わせにいかないといけないんですね。なので限界が来るんですよ。白むく厳しいでしょ今横に今 L 字になってたよ。いやそうなんです。だそういうもんなんですよね。だからやっぱり花嫁衣装とかっていうのはよくしたもんで、やっぱりその花嫁になる世代の人たちが合わせやすいんですよね。もうね、紬はね向こうから体に馴染んでくれる。でもこれはねそれ許さない、プライドがある。着物自体にプライドがあるんですよ。今回すごくそれは痛感しました。あ、そうですね。だから着ないから、うん、今回発見したサビみたいなものも出てきた。サビもうね、そう、わびさびはいいけどこのサビはダメだねはい、反省、はい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。